はい、オラーボエナスタールです。チロンチロンピーナお時間でございます。はい、ヒヤーイヒヤーイ。はい、スタジオには久田かまり、伊波大志がいます。よろしくお願いします。お願いします。2月6日あっという間ね。2月早いと。1月長くなかった？あー、1月はまあ正月はあって、うん、そうだね。2月があっという間に配置になってんのかな。なんかまり1月はさ、3ヶ月分ぐらいあったような長く感じたわけ。はあはあ、2月はもう、いやまだそれの6日ですよ。まだ入った感じだわけ。今日1日ぐらいな感覚だけど、もう早い。2月は逃げるって言うけど。はあ、ははあ、そっか。でもあっという間に終わっていくからね、2月、うん、もう、来週にはバレンタイン。はあ、早いですね。早いですね。プロ野球キャンプがスタートしたと思ったらすぐバレンタインになってくるし。早っ。キャンプ見に行った？キャンプはまだ。今週行きます、うるま市、うんうん、二軍キャンプ。もうあちこちに阪神のあの料理のコラボもあるし、うんうん、ヤギとそば太陽でも阪神応援のメニューあるよ。いいじゃん。そうなの？うん。そこにあのこの間吉本のダイアン津田さんが来て、うん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 、これがうるま市の公式チャンネルで紹介されてる。おー、うん。あと闘牛場行くさ、うん、闘牛場のあの牛の待機小屋あるさね、ドームの横に、うんうんうん、あそこにも阪神のボードが貼られてるよ。あの今日リスナーさんからも阪神のキャンプ見に来るって県外から、うん、来てたもん。ほらやっぱりあの阪神っていうのはマスコミの数も違うし、うん、応援団の数も違うから、うん、二軍だろうがやっぱ来るね。来る。経済効果すごいと思うよ、うんうん、でそこでこの間2月1日キャンプイン、うん、中村雅人市長の歓迎セレモニーがニュースになってたの見た？え、見てない。ね、阪神二軍、うん、中村で出るかな。この挨拶が面白いということでヤフーニュースにも。待てよ。え、そうなの？どんな挨拶してたの？あの新聞では結構話題になってた。へー、デイリースポーツにも載ってます。阪神二軍キャンプスタート、うるま市長が陳挨拶。陳プレー。やるね、これ、はい、やるね、やるね、やるね。話題になっていて、さあうるま市長中村雅人が何と答えたのか。うん、ね、いろいろ新聞の記事がありますが、練習前には歓迎セレモニーが行われ、中村雅人うるま市長が挨拶。開口一番、輝いてますね、優勝すると本当に変わりましたねと、リーグ優勝日本一を祝福、うん、それに続けて私たちも皆さんを受け入れるため少しずつ変わりましたと。なんかこの辺までは結構ね、はい、真面目な。ブルペンに加え、うん、外野の防球ネット最大7メートル高くしたことを報告。7メートルも高くしたんだ。そう、ブルペンも変わったわけよ、うんうん、そして市長の挨拶、昨年はこのポンコツ球場に来ていただいてありがとうございました少し解消しましたので選手の皆さんには頑張っていただきたいと話し去年も言いましたが、ここにばっかりいてはいけませんよ、皆さんが目指すところはギノザの一軍とエールを送ったと。あ、すごいね、自分たちの地域のことに去年はこのポンコツ球場に来ていただきありがとうございましたってさすがだね。でもだいぶ変えたってよ、このブルペン、ピッチャーが投げるところの練習場もそうだし、うん、ネットも高くしたから相当なあの整備してるわけだから、受け入れ体制バッチリにして、うんうんうん、あれ去年のポンコツから、ポンコツから申し訳ない気持ちがあったんだろうね。さすがだね。で、記者のなんかこう言葉に残るような新発言もして、うん、そう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 、これ本当マサトだからだね。はい、あっちこちでね、どんな挨拶するかわからんからよ、うんうん、周りにいる人ハラハラドキドキするかもしれないけど、でもやっぱりちゃんと心に残ること言うからね、面白いのもしかりね。何やるか分からん。この間もよ、うん、あのうるま市産業祭り、うん、イオン串川で、はい、僕は2日目司会してたわけ、うんうんうん、で MC してて、でさあ続いてのアーティストはですねとかこんな呼んでる時に、中村雅人市長がステージの上だよ、うん、僕らが喋っている後ろを横切っていくわけ、うん、
ごめんね、こっちが近いからこっちから横切ろうやーってから、ワープステージをワープに使う。今あっちのテント行きたいけど、え、ここが近いからこっちちょっと、ね、通ろうやって言って、ごめん市長、僕今本番中ですって言って、その後ろにまた副市長カデカルヒロミ教育長も通っていくわけよ。みんなついてか、すいません、皆さんこのステージを何だと思ってるんですか、裏から通っていけって言いながら。でもいいね、じゃあこう市長がこうだったらさ、うん、他の人たちもなんかこう今まで決まった方みたいなのがあったかもしれないけど、はい、あ、そこからちょっと外れてもいいんだって、うん、いい見本だよね。いい見本、いい見本。だってなんか型枠をいらない型枠だったりするものってあるじゃない、はいはい、何のためのルールかもわからん、ああああ、誰も説明もできない、はいはい、とりあえずずっと続いてるものだからとか、でもそんなのってやっぱなくしてっていいんだなとかさ、うん、すごいよ。だからまあ本人がそういう感じだから、最近は何か挨拶あるさ、うん、だからその部下たちもあんまりこう挨拶文を考えて作らないというか、市長これは今日これを大事なんで読んでくださいとかあんまないわ。あ、そう、もうあれ読まないって言ってたから、うん、はい、だから要点だけ言ってくれ、要点、うん、それでいい。そうじゃないとあの伝わらん。そうね、自分の言葉が一番伝わるしね。こういう、そういう感じだからよ。だってこんなさ記事になると思う市長の言葉が嬉しいよね。で15番目の男がね、うん、ツイキャスでうるま市の行政最高だよな、はしみが言うから間違いないって。ほら、この間の全国闘牛サミットと黒島行った時も、うんうんうん、やっぱり一番挨拶持っていくのは市長だからね、うん、うまいよ。いやー、会場の皆さん、昨日はですね、酒が美味しすぎて私この時間まだ眠いですって素直、素直ね。いや、やっぱりね、徳之島のお酒が美味しいですね。おかげでちょっと眠いし、ちょっと頭も痛いですねとか言うぐらいだからね。いい、面白いんだよ。ちゃんと会場の空気読んでその場に合わせて発言するからね、うん、できるし、さすがだね。だからプライベートというか普通に会場に来てくれたりするさね、うん、あのイベント会場に、うん、はい、うんうん、市長さん、市長ごめん、挨拶もらっていいってうちらも簡単に言えるわけよ、うん、言える、うん、市長ごめん、まだ時間あるよね、今振っていいですか、うん、ちょっと挨拶してもらっていいですかって、普通の人だったら、うんうん、何喋るわけ、喋れないよってなるわ、うんうん、あ、いいよ、はいはい、何分ある、3分ぐらいある、 OK、 はいはいはい、分かりましたって上がってくれるから、うんうん、超いい。あんなに気さくな人っていないね。ね、そうそう、いない、いないね。そう、あい15番目の男が、正人市長が先頭ぶっちぎりでいてほしいって。そう、うるま市は闘牛だけじゃないんですよ、予算使うところは。本当にお祭りが好きというか、本人が明るく何かやるのが好きだから、うん、うん、うちらの YouTube チャンネル出た時もそうだし、うんうん、あれデジカメラ回してしまったからね、6時7時ぐらいから撮って結局終わったの1時2時ぐらいでしょ、うん、遅かったよね。それをなんで2時5え6時間ぐらいカメラ回して、うん、あれを15分に収めないといけないんだよ。大変だね。あの時の編集マンマジで引き合わんと思うよ。うん、嫌だね。もう一回あれ見直すんだよ、見直して使えるところどこがあるかな、どこも使えんなと思いながらずっと見ながら。そうだね、それ使えないのばっかりだっただろうねこれ今使えないよ放送にっていうのは、ここで使えると思った時にまた余計なかぶせをする人がいるとするから。そうそうそうね、そうね、はあ、ここ切らんといけん、せっかくいい言葉言ってんのに切らんといけんとかドギーさん出た、久しぶりで引き合わん、ほんとよね、引き合わん、引き合わん。市長もそうだし副市長も明るいし、うん、商工会長も明るいし、うん、物産協会理事長も明るいから、とにかく何かやろうとするわけよ、うん、真面目な挨拶の時にも。これさ見てる側も楽しいよ、うん、なんかちょっと期待しちゃうじゃん、うん、何するかなとか。そう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 、なんか普通は、長くならないでよとか、はい、そんな感覚で聞くじゃん、うん、でもじゃないからね、何言うかな、ちょっとワクワクドキドキ。そうそう、さあ続きましては、なんだろう、うるま市商工会長石川満ですって呼んだ時に、あの人たちはもう何やろうか考えてるから、うんうんうん、で一人がやり始めたら、はい、次はそれに負けないように、うんうん、やろうやろう、物産協会理事長も何かやろうとか、うんうん、そしたら今何の
肩書き役職もないのに下からよ石川雄健さん上がってきて、またあの人が何かやるわけ、うんうんうん、よろしく、ゆたしく、カッチングしく、うん、ごめんなさい、あなたはステージ上がれない人ですよと何の肩書きも今ないですよねって言いながら、はい、前までは物産協会だからそれをありましたが、今違うよあなたって言いながら、今はみんなのお友達枠ね、お友達枠盛り上げ担当、盛り上げ担当でもどこにでもいる、うんうん、楽しい地域だなと思う。あ、これあってほしい。15番目の男がね、ご当地ゆるキャラなんちゃら選挙みたいに、ご当地人気行政人選挙ってないかなって。あ、したらもうみんな余計張り切るんじゃない。行政も何か明るいことやっていこうとするはずね。うん、人気ランキングみたいな あるかもよ。市長も副市長もみんなよ。面白いかも。面白い、いいいい。でもこん、うるま市がちょっと注目され始めてるのが、実はこの間の土日、うん、取材受けて全国版のテレビ朝だ生です旅サラダってあるでしょ、うんうん、土曜日の朝やってる神田正輝さんとか出てる、はい、あの番組から1週間前か2週間前に取材が来たわけ、うん、この僕のメールのサイトに、うんうん、で、あ、今度うるま市を紹介したいので、闘牛のナビゲーターで八田石さん、あと夜の石川地域を案内してもらえませんかって来たから、うんうん、あ、もちろんぜひよろしくお願いしますっていう返信したわけ、うんうん、でディレクターと会って、僕はこれをうるま市案件だと思ったわけ、うんうん、うるま市が何か予算を使って、うんうんうん、お願いしてると思ったら、いや違くて、向こう側がテレビ局側が勝手にうるま市に目をつけて、めっちゃいい、うるま市を紹介するって。だからあのこの間 YouTube でマーリーが撮ってた上がり名城とか、うんうんうん、キムタカのアマーリとかあちこち紹介してるわけ、うん、最高だね。これが2月17日に放送、放送すごくない。なんでうるま市だったんですかって聞いたら、やっぱ沖縄で今どういったところが面白いかなって見たら、うるま市が引っかかって、そこでもううるま市に決めて、そこで取材しようと思ったらしい。めっちゃいいね。うん、すごいよ。闘牛場も来て、うんうん、あの石川のディープなおでん光も紹介して、うんうんうん、はい、まあ、どういう風にして放送されるか分かりませんが、上がり名城も連れてった、上がり名城も行ってる。あっちも面白いからね。面白い、うん、2月17日です。旅サラダ見てください。いいね。面白いことがいっぱい多い。だって今週、明日でもうあまわり、ドラマあまわり明日か、明日から。そう、あ、そうだ、告知リレーで今日山田孝之さんだったから、はい、明日からドラマ「あまわり」、あれもだからすごくない、 RBC の70周年記念事業の一つで、うんうん、琉球歴史ドラマ、今までは荘園を昇破し、そこでこの偶然にもまた「あまわり」に当たったっていうのが来てるよ。来てる、来てますね。で「あまわり」演じるのが佐久本宝くん。はい、佐久本、ぴったりでしょ。ぴったり。彼以外にできる人いないよね、あまわりは。いないね。もともとあまわりだからね、うん、そう、すごくない。あまわりを演じて俳優やって、うん、ドラマ怒りではね、デビュー作すごい賞を取って、そうだよ、新人の、うん、主演賞取って、演技も素晴らしかったもんね、うん、あのドラマ怒り、あ、映画怒り、すごいキャストが出てるからね。あれ、マリもともと小説で見てたわけ。はいはいはい。で映画になるって見て、もうまんまだったね。この見てた通りのまんまだった。ああ、結構重いやつだよね。重いね、うん、あれすごかったんだよ。あれ2000人ぐらいの中から選ばれたんだよね、あの役。あ、そっか、そう、うわ、そうだよ、渡辺謙、森山未来、うん、綾野剛、うん、宮崎葵、うん、広瀬すず、うん、妻夫木聡、うん、ピエール滝、池脇千鶴、はあ、そこに佐久本宝が入っているという。すごかったの、もう森山未来が、はあ、その中に入って新人賞を取る、うん、でぜひネットフリックス入ってるんだったら、前言った悠々白書実写版見てください。ああ、そうだよ、悠々白書実写版、なんだかんだで俺全部見たわけさ、うん、一番面白いのが、あの結構書き込みでも第1話が面白いっていうのも多い、
あ、じゃあもう第1話でキャッチ。どんな漫画で見てるのとかアニメとかと違う？違うけど、僕はありだと思いました今回。本当？実写版って意見分かれるさ、うん、すごい、アクションシーン、うん、アクションシーンがとにかくすごい。へー、あれ見始めたら、おお、すごいバトルするなっていうのが。本当？あれは漫画では表せないアクション。あ、でも今の時代、このご時世だから作れるのかもね、あの世界観ね。ねえ、まあ、俺の中では比叡がもっとかっこよくあってほしかったなと思ったけど、うん、それもまあいいです。まあ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 って感じ、うん、その中でも作本宝くんがもう第1話、うん、そこでもう超重要人物言ってた、はい、なんか重要ってか、まあ見ててほしいみたいな。ちょっとしたキーマンでしょ。キーマン、キーマン、うんうん、あれは見てもらいたいな。いや、そうね、いよいよだ。あ、シューピーも見てるって、ドギーさんの息子。ゆうゆう白書面白いって。面白い、あれ見てください。うん、うん、そこでもあの綾野剛いいんですよ。ゆうゆう白書にも出る綾野剛が、やっぱあの人何にでもハマるというか、すごいね。綾野剛何役ともすごいよ。何役？トグロ弟ですよ。嘘、あの筋肉マッチョの。でも何役にも当てはまるなって思う、うん、綾野剛って色がないというか、何色にでもなれるよね。そうそうそう。で、あのサングラスかけて、うんうん、トグロがよくあのポケットに手入れて、はいはい、ちょっとなんか猫背気味の、うんうん、あの感じがもう立ち振る舞いがいいわけよ。もうぴったりきてる。うそ。サングラスの上げ方しかり、関係ないねの言い方とか、あーもう最高。あ、見よう。トグロ兄もいいですよ。うん、は誰がやってるの？なんだっけ、あの半沢直樹にも出てた、半沢の同期の。ああ、分かる分かる。ちょっとくるくるの、ちょっと、そうそうそう、髪が、はい、でも絶対名前が分からないや、はいはい、あの方です。うん、見よう。最近しょっちゅうスペインのドラマばっかり見てたから。あ、でも本当だ、ちゃんとできてるね。ちゃんとできてるでしょ。うん、はい、できるんだね。でしょ、うん、おー面白かった。アクションシーン、最近はタレントさんたちに求められるアクション、うん、とんでもないな。バトルシーンがこんなのやるんだっていう、このワイヤーアクションも。すごい、こんなでしょ。はい、いいでしょ、うん、弟も兄者もいいでしょ。うん、でこのドラマ見て最近また、あ、悠々白書もう一回読みたいなと思って、今日電子書籍で買い始めましたもん。はい、もう一回見たいなと思ってから、やっぱ面白いやつさ、もう一回見直してます。へえ、見よう。ゆいゆい白書って面白いよね。面白かった、あれは。見てたな、ジャンプ。ジャンプでね、うん、ハマって。だからあの時のやっぱジャンプが最高って言われてて、ドラゴンボール、ゆいゆい白書もあって、うんうん、スラムダンクもある時代、ドクテナシブルースとか。だからあの時代、1995年か6年の第何号が一番売れてるわけよ。だって何見ても面白かったものがある、はいはい、すごかったね。ターちゃんもあったし、あったあったあった。マキバオはそこらへん、マキバオはね、その後90何年ぐらいぐらいかな、あとらへん。そのマキバオがね、ドラゴンボールとちょっとかぶってるか、あとぐらいだから。最初の辺はあのモンモンモンよ。あー、モンモンモンの方か。モンモンモン、はい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 、わかる、モンモンモン、わかるよ。あの可愛いって言っていいのかわからないお猿さんでしょ。はい、モンモンモン、もあそこから始まってます。懐かしいね、もんもんもん。最初豆盗んでから警察刑務習慣があったから、なんかそうだったよな。え、覚えてない話。あ、15番目の男はね、大使ジャンプ持ってるが、ジャンプ持ってるが初対面って。初対面の時にジャンプ持ってたんじゃない？あ、かもしれない。あの時はもう大使ずっと買ってたもんね。今でも買ってます。今はもう電子書籍に変わったわけよ、うん、それは早いから買うのが。もう見れるしね、すぐ。僕はこのラジオでも何回か言ってるけど、日曜日の0時から、うん、11時59分から0時になった瞬間に
買ってる。もうあの自動購入システムでジャンプが自動で購入できるんで、定期購読で、日付変わった瞬間にジャンプを読み始めます。でからそこでワンピースを読んで、呪術廻戦読んで、あれ今もうこれだけは言っとく、今ワンピースどっかで途切れた人たち、あまり読んどいてください。ああもう毎週それが楽しみだな。昔はドラゴンボールだったさ、子供の時は、うんうん、あれぐらいのワクワクがワンピースにはあるな今。うそ、はい、ある。呪術廻戦はあまり今アニメでしか見てないから。呪術廻戦はアニメでいい。今からついていこうと思ったらかなり長いから。もう今もう困ってるよ。どこ？もう渋谷。あ、渋谷、はい、最高で、しばらくまだ全然出ないから、もう渋谷が大変なことになってる。うん、すごいでしょ、うん、渋谷のどこまで見た？さ、もう今絶望ぐらいなとこだよ。ああ、五条悟は、はい、封、もう封印されてる、封印されたまま。あの時に五条悟のかっこよさが分からなかった、うん、あの例えば最初ら辺に上後いたじゃん、あの噴火する、あれを目が一個のね、うん、五条悟が簡単に足当て倒してたでしょ、うん、なのに他の教え子たちとかいる戦った時に、はい、うん、こいつめっちゃ強かったんだ、うん、五条悟が異常だったんだと思う。あんまり強くないと思ったわけ、うん、あの時ね、うん、あれなんか全員よ、はい、こんなにまで強いのって、え、全員負けがこんな一発で終わるのとか、うん、一級呪術師がこんな簡単に負けちゃうの、はい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 、七民も、うん、もう七民の場合 A だったもん、はい、あ、じゃあ五条悟が本当にズバ抜けすぎてたんだって思ったよね。あれかっこよかったな。映画版見た？はい、映画版見てます。じゃあこのゆうたがいるさ、うん、マリーが見てる段階では出てないわけ。ああ、乙骨？うん、乙骨ね、はいはいはい、うん、出てくる、はい、今から出てくる。乙骨もね、またかっこよくなってるよ。リカちゃんでしょ。あ、リカちゃん、はい、乙骨もかっこよくなる。ちょ、泣いたもん。ああ、泣いたの？泣いた。呪術廻戦ね、あのリカちゃんとなるやり取り、ね、そうあ、でもわかるよ。わかる、はい、呪いをかけていたのは僕の方だったんだ、あのところでね。そう、あ、まさかのサトルと遠い親戚っていう、はい、菅原道真でしょ。そう陰陽師の、はい、日本を代表する三大陰陽師の一人の子孫、はい、そう、これがまたいろいろ関わってくるわけよ。でもアニメのクオリティ高いよね。高い。ああ、漫画からの映画化実写化は愛に手を出せなくなってしまったって NHK フロム横浜さん。そうか、もう全然違うとかっていう問題がね、うん、だからもう完全に、あ、自分たちが読んでた世界とそのまんまだなっていうのがマリも好きなわけ、うん、やっぱり、はい、が最近実写で大体のものが成功してると思ってて、うん、悠々白書も良かったし、うんうん、なんだったらキングダムも良かったわけよ。あ、はい、キングダムもまずそれぞれがハマってて、うん、で、王騎将軍誰なんだろう、王騎将軍が一番気になったわけ、うん、大沢たかおどうかと思ったら、ああもうしっくりきてる。やっぱ役者ってすごいね。20キロぐらい増量したっていうような、マジ、うん、待って、ね、キングダムを見るとしたら、はい、何で見た方がいい？アニメからがいいのか。アニメです。アニメか、はい、アニメ最初はあのよ、絵についていけないはず。あ、そう、ちょっと、うん、この絵なんか下手くそに見える絵なわけ最初に、うんうん、あれがだからハマるかハマらないけど、でもそこを我慢して見れば、まあ、全然あのね、声優がかっこいいし、キングダムはまずナレーションがかっこよかったな。かっこいい、うん、アニメでいいね。見よう、いろんなアニメあるからね。るろうに剣心も実写最高です。佐藤健、あれいいんだ。はい、佐藤健はあのやっぱ言ってたのが、闘牛戦士ワイドのチームいて、うん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 、やっぱ普段からアクションやるさ、うん、今の第一マンとかでもそうだけど、うんうんうん、アクションシーンは多分いろんなヒーローショーあるけど、ワイドのショーがアクションとして一番動きが多いわけよ、うん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 、そのメンバーでも言ってたのが、やっぱ佐藤健のローニー剣心のあのアクションワイヤーシーン、あれやばいって言ってた。そう、うん、すごいね、あれすごいって。じゃあやっぱちゃんと習ってるんだろうね、うん、佐藤健はやばいっすって言ってた。
すごいんだってやっぱ、本当にすごい。ルロニケンシンで最初のシリーズに、キッカー工事が敵役で出るけど、うんうんうん、その役もいいわけよ。キッカー工事もいい、はい、ルローニケンシンも漫画でしか見てないからな。漫画もよかったね。いや実写版見やすいよ、うん、獅子王誠、うん、いたでしょ包帯の、うんうんうん、獅子王誠はあれあれあれ何やったっけ、キンキンに冷えてやがるの。はいはいはい、待って待って、わかるよ、達也。はい、何達也やった、藤原達也。あ、藤原達也、そうそうそう、藤原達也はすごいからね、演技。マリー、この方のギンギンに冷えてやがるぜ、あの生でちゃんと聞いたよ、一回もらっていいですかって言って、うん、やった、うん、なぜかやっぱりあのシーンがみんな印象残ってるよね、うん、それぐらいやっぱカイジってすごいんだから、ある意味、うん、カイジ、あの時のカイジをぜひ漫画で見てもらいたい。わかりますか、借金を抱えすぎて、うん、地下の労働施設に入れられるで、もう俺は這い上がるんだって言って地下で労働したものをこのペリカっていうお金を貯めていこうとするわけよ、うん、誘惑に負けてたまるかと、みんながカキピー焼き鳥食べてビールを飲んでいる、うん、絶対貯める貯めていく、こんなの誘惑に負けるかって言ったけど、やっぱりよ、勝てないわけよ。やあんだけ地下で働き続けて、うん、わざとそこの班長がよ、ビール買わすためによ1本だけサービスするわけ。あ、最初の1本無理はいけないよって言って、そこでキンキンに冷えてやがるっていう言葉が出て飲んだら、はい、もう止まらない、2本目3本目4本目、はい、焼き鳥も注文、はい、給料なくなる、こうです。あ、ここね、ひどい世の中だね。ひどい世の中だよ。怪人見てね、ザワ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 ね、カイジって、うん、ハッピーエンド？ハッピーエンドになることはないね、まだ。やっぱそうか、うん、まだまだ続いてる。デージ続いてるね。あれすごいね、作者。最初の対決がやっぱ作者すごいのが、うん、最初限定じゃんけんっていう、うんうん、じゃんけんを面白く見せたんだよ。普通に最初はグー、じゃんけんしーじゃない、このギャンブルの漫画で、うん、最初にこの借金抱えた人たちが豪華客船に乗せられ、うん、じゃんけんで対決していって、その中で勝ち残った者だけが船から降りられるという。それも最初にね、グーとチョキとパーのカードを10枚ずつ渡されるのかな、うん、そこでここに船の中にいる人たちと対戦相手を見つけてじゃんけんして、勝ったら一つ星がもらえる。この星を3つ以上集めないといけないわけで、カードをちゃんと使い切らないといけないというルール。全部使い切らないとそもそもダメで、そこに今この会場にはグーが何枚残ってる、チョキが何枚、あ、これが出るんだ、これが心理戦で行われていくわけ。怖ー、今俺はチョキが5枚残ってる、でも会場にはグーがやたら多いとか、ここら辺の駆け引き、あれすごいよ。いやー、カイジ一旦落ち着こうするけど、また引き込まれる。レイヤーゲームも近いかなって、15番目の男か。そうはい、ケンさんもカイジザワザワ。これがさ、漫画でもやっぱり擬音がザワザワザワっていう文字がカイジ出て、うんうんうん、アニメになったらどうなるんだろうと思ったら、うん、ちゃんと言葉で言うからね、ザワって、ザワ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 、この感じがまたいい。多分ナレーションあれじゃないかな、世界の果てまで行って急のあの感じがまたいいわけよ。なんかわかる、カイジが選んだカードはグーとか、なんかあんな、あの力強い、あれがまたハマってていいわけよ。いやでも確かにすごいよね、この漫画を、人気の漫画をアニメにする、うん、でもあまりすごいと思うわけ、まあ大変じゃん、はい、これまた実写化するってなったらさ、うん、みんなのイメージを崩しちゃダメだし、そうその世界観そのまんまで、うん、ちゃんと面白く、まだアニメ漫画読んだことない人が見ても楽しい、面白い、なんか
そっからまた漫画読みたいって思わすぐらいなのを作らないといけないってすごいよね。あ、ヤロハイちゃんが大使、やっぱええ声しとるって。でもそれが本当にあるらしく、漫画の最近何かで上がってきよったの、初めの一歩、ボクシング、はいはいはい、初めの一歩も面白かったよね。面白いでしょ、うん、あれもアニメ化の話来た時に何回か断って、うん、でもまた数年かけてもう絶対やりたい、うん、でもうだったらもう納得のいくものを作ってください、アニメで、はい、うん、そしたらもう2話目とか見たら全然自分が思ってるもの違うから、もうやめてください。そうなるよね。で、なんかそっちがアニメをやめないんだったら僕が漫画やめます。それぐらい違ったんだ。そこからでもお互い改善していって今のアニメがあるみたいな、何か上がってきよったら最近ネットで。ああ、うん、そうか、山猿も全然違うっていうもんね。ああ、ほらやっぱりなんか2話目を見てすぐに約束と違う、今すぐやめてくれ、うんうん、やめないなら僕が連載をやめると制作会社に言いに行きました。もうそれくらいだ。ああ、でもその後は会議の末必ずクオリティを上げるという言葉をもらい、うんうん、とりあえず引き返した。その後は素晴らしい出来になり信頼関係ができて脚本チェックもしなくても全面的にお任せすることができるぐらいになったと、うんうん。でもだってその漫画がいいってなってるから、それそのまま再現しないとだよね、うん、やっぱリスペクトもあるじゃん。そうそうそう。でもあれはそう、マニこれ見たかったね、ヒデボーの実写化っていうのハリウッド版のドラゴンボールすごいよねって。あ、見てない見てない。これはあれよく許可下りたなと思ったよよく下りたなと思った。これは問題なりそう、鳥山明と。え、なったんじゃないの全然違うでしょ。20年前くらいやったやつでしょ。ああ、全然違うよ。びっくりしたよ。だから何のヒットもしてないさ。でも逆にあまりにも違いすぎて海外だから、うん、もうみたいになったのかな。全然違った。ワンピースは意外と賛否というか賛が多いよ。なんかそう、ワンピースは結構良かったって聞く、うん、はい、ワンピースいいです。やっぱいいんだ、うん、で日本語版で見ると声優は本当に、うん、あ、本人たちなんだよね。本人たちの声、うんうん、だから見やすいし、キャストも悪くない。やっぱそうなんだ。ワンピースいいです。アセントセイヤもやばいって。へえ。北斗の拳の映画は最初外国人だったんだ。はあ。でもあんだけの体格ってなったら、体格、体格ってなったら外国人ってなるのも分かりはするね、うん、だって目もこんな浅、彫りが深いじゃない。はい、全然日本人みたいな感じじゃないさ、はいはい、ユリアも大和なでしこみたいな感じじゃないじゃん、うんうんうん、海外の人っぽいからそれになっちゃったんだろうね。あ、確かにな、うん、あ、確かに北斗の拳、うん、そうだね、拳四郎、まあ海外と合うよね、うん、合うよね、うん、どうかな、だから逆に日本人で考えたら超難しいかも。だから漫画、テルマエロマエ、阿部寛だったでしょ、うん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 、あれ、古代ローマの話じゃないの、阿部寛は違和感なかったね、うん、そう、イタリアだからね、うん、僕が最近、あ、この人すごいなと思ったのが、うん、グラップラーバキの半間裕次郎いるでしょ、うん、半間裕次郎の、あ、コスプレさせて一番もう大爆笑だったし一番すごいなと思ったのが末吉浩二さん。工事やったの？この間、うん、玉井ひなみがツイッター上げしたわけ、うん、で、ワッターアマチュアゴアっていう番組で、うんうん、末吉浩二が半間裕次郎のモノマネしてるわけ、うん、もう大爆笑、あれね、うん、似てる？全国でも売れるんじゃないかなと思うぐらい。それぐらい？ちょっと見る？見たい。末吉浩二の半間裕次郎、はい、これです末吉浩二の半間裕次郎もう最高だったこれデイジーでしょ、超いい。しかもこれ何してるかというと、うん、半間裕次郎の名シーンで、うん、よ、超防弾ガラスを、はいはい、前進しながら防弾ガラスを突き破るというシーンがあるわけ、うん、これをなんとワッターアマチュアの中で再現してるわけさ。あい、サランラップで、サランラップでこのシーンを、ハンマイジャーのシーンを再現してやるのデージワだったな、もう最高だった。
これもっとヒットしていいよ今後。さすがだな。これみんなにも見てほしい。見てほしいよね。これひなみーが上げてないかな、たまえひなみーのツイッターとか何か載せてるかも。もうすごかった。まあ工事自体おかしいからね、うん、これでビッグワンの商品紹介してるんだよ。めっちゃいい。しみれ店長と。もうバキ好きにはたまらんかったな。バッターマチャーが見たって15番目の男が。あ、北斗の拳、阿部寛さんが映画やってたってよ。やっぱそうなるんだよ。そうなっちゃうんだね。あ、そうか。他思いつくのいないもん。平井健。あ、顔は、顔はでしょ。で、声の高さもいけるんじゃない。そう。あとは鍛え方だよ。そう。あと演技ね。演技。平井健いけるな。平井健いけるやつさ。あと演技力で言えば山田孝之さんは今度のあのアマールも出るけど、うん、何やらしてもハマるよね。そうね、そうね。あの方の演技はすごいね。もう、うん、とってもすごいと思う。あのヤンキー漫画でクローズあるでしょ、うん、クローズも好きで、あれも実写化して、うん、とっても良かったと思うけど、うん、内容が良くて小栗旬もいいけど、やっぱり人気になったのは山田孝之。そうね、かっこいい。何でもできるね、本当に、うん。白夜行とかもなんか怖かったな。なんかもう本当にかっこいいもの、迫力あるものとかもそうなんだけど、ヘナ、うん、チョコとかでもやったりさ、はい、で何やってもうまいさ、うん、すごいと思う、ね、楽しいはずね。あ、だからあそこまで何かになれるって、ね、善田監督もやってたしと思ったら、あの牛島君もやってたさ、うん、闇金のあんなめっちゃ怖いもんね、うん、血も涙もない。牛島くん見てたんだ。うん。牛島くんよね。まあ、牛島くんの牛島くんもハッピーエンドがないわけあんまり。ね、うん。なんていうの、もう一つ、西原茜を取り上げた。うん。なんか高橋メアリージュン。うん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 。のシリーズあるわけ。あれも最高。あ、本当。あれ最高です。あの女優があれにハマってるわけよ。綺麗だよね、とっても。綺麗綺麗。うん。大使浜田学と似てるんじゃないって。あ、言われることあるよ。あ、でもそうかもね。言われることあります。そうかも。浜田学もまた演技すごいよね、うん、やっぱあの金八シリーズで、あ、そうだね、ズバ抜けて演技うまかったのは浜田学で、うん、ズバ抜けて浜田学もめっちゃうまいね。いろんなのやるね、あの人ね、うんうんうん、いろんな形で変えきれるからね、すごい、うん、そうだよ、金八先生から出てるんだよ。懐かしいね、金八先生見てた。シリーズ見てた。上戸彩もそうでしょ。うん、そうね、そっから出て、多分そうそうたる人たち出てってんじゃない。出てたよ昔は、うんうん、あそこからヒットした人たち多かったのに。で40分になってるんですよ。はい、 CM も行きたいんですね。行きましょう、はい、チロンチロンピーナラジオ。この番組は有限会社荒垣設備、ワイドアイプロ株式会社、有限会社国吉組、チョップアットテンテンシビ、ティビチから揚げといえばテンプス、首里観音堂、コジャガワションで、そして2月からスポンサーが増えました。おお、どこ。石垣島三崎牛那覇店。へえ。今度スター三崎さん。スター三崎の店。うん、ほうほうほう。行ったことある那覇店の。那覇店はない、石垣のしかない。何も石垣のしかないわけ、うん、でもそのまんま石垣で食べれるランチとかも、しかもランチ、うん、4時までやってるって言っちゃうんじゃない。嘘、那覇店。うん、じゃあミュージックショー終わった後でも行けるわけ。おいし、おお、4時まで、長っ。4時まで。それをランチって言っていいんだ。うん、はあ。美味しいのがたまに、なんかもう石垣でめっちゃ食べたもん。ちょっとお腹そんなに空いてないからいけるかなと思ったら、うん、やっぱ美味しかったらいけるね。うまいよね、完食だったもん。
3人揃って、そうです、今度スター岬さん来ますから、はい、ありがとうございます。さあ皆様の提供でお届けします。はい、今出てきます。あと3分ぐらい、4分喋ったらもう1回1回スポンサー CM 行くからね。そうだよそうだよ。あ、見て神奈川すげえ雪降ったって。今日雪のせいで休みになるかなと思ったら普通に電車動いてたって。ニュース見た、関東、東京とかすごいよね、雪すごいね。あーもう無理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 。先週福岡行ったさ、佐賀、うんうん、ギリ寒くなかったわけ。あ、本当。だから楽しかったわけよ。はい、でも雪いいさ。うん、トレーナー1枚で行きたいわけよ、なるべく。おもう俺冬服持ってないから、うん、冬服の年に1回しか着ないような、 1,2 回しか着ないようなものを買いたくないわけ。まあね、そうね、ああ出番はそんなないもんね。そう、タンスの幅も取るし、だからユニクロのこれぐらい、うん、シューって、うん、ちっちゃくできて、収縮できるような、うん、あれが一番上等、本当に。昨日さ、グリーンオートコースターのみおちゃんと一緒にあのランチしながらずっとおしゃべりしたんだけど、うん、やっぱりもう旦那さんから、うん、旦那さん今まだ県外にいるから、うん、もういっぱいムービーとかが届くわけ。うち団地はやっぱりテンション上がるんだよ。あ、雪の、そう、もう雪の写真とかムービーとかがいっぱい届いて、うん、確かに今日イベントでヤギとそば太陽の中西さん東京行ってるわけ、うんうん、やっぱ雪の写真送ってくるから、やっぱり、うん、うち団地はテンション上がるよあれ。そうね、ひでぼうは新潟出身だから売るほど雪見てるよって。そうだね、新潟はそうだよ。新潟、あ、言っときます、今年の5月の最終の土日新潟行きます。え、全国闘牛サミット新潟県長岡市大会。ひでぼうさん、僕赤嶺豊も一緒に新潟行きます。最高だね、赤嶺豊新潟デビュー、ドキドキだねついていくって言ってたから。いいね、新潟いいな、美味しいのいっぱい。本当だよ、お米も日本酒も。そうそうです、それが楽しみなわけよ、ね、はい、ぶっちゃけ闘牛より楽しみにしてるはず、ご飯を。うん、絶対うまいさ。しかもね、新潟はね人がいいよ。マリの知り合った新潟の方にもう悪い人は一人もいない。へー、仲が良かった。マリが携帯ショップ働いてた時に一緒に入った子がいるわけ、同期、うん、めっちゃ仲良くて、この子が新潟出身なわけ。顔はパッと見うちなんちょぐらい濃いんだけど、はいはいはい、で今新潟にいるから連絡取り合ってるんだけど、だから新潟行きたいんだよね、会いに。魚沼にいる、あ、まさにも魚沼さん、コシヒカリの。どうやって行くの、そういえば。もう何も分かってない。これが情報によると、もちろん飛行機で行けないから、うん、羽田に行ってそこから電車とか。あ、そういう方法か、うん、なるほどね、はいはいはい、うんうんうん、そうなるのか。あ、うん、そのパターンね、あ、オッケーオッケーオッケー。へぎそばは美味しいってよ。あ、新幹線で行ったってやろ、はいちゃん、ね、やっぱ東京から、うん、うん、その方法になるはずね。でも新幹線は俺飛行機よりは好きだな、ゆっくりできるさ。わかる、そうで歩けるし、うん、わかる。マリも新幹線がいい。同じ移動の距離だったら新幹線で行くな。わかるわかる。飛行機嫌だよな。ラーメンも有名ってよ、新潟。あ、そうだよ、新潟ラーメン、はい、ウリウリウリ、はい、はい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 、行こう行こう。おっしゃ、5月最後に行きます。楽しみがあるね。今日そうくん電話つなぎますよね。つなぎます。では一旦、あ、ここでもう一回コマーシャル行きます。少々お待ちください。総太郎のいいこと春さ。はい、そうくん、今日もよろしくね。こんばんは。こんばんは、よろしく。今日しゅうちゃんも一緒？おるよ。一緒だよ。あ、一緒だ。うん、で、ちょっといいことがあったの。え、何があったの？お、何？まあ、僕の部屋模様替えして、うん、とっても広くなったと思って、うんうん、おすっきりした。あ、いいね。あ、お掃除してね。ことやから何か物も捨てた、うん、掃除して模様替えして。何か物も捨てた、物捨てた、捨てるも
捨てるものもないよ。あんまりないよ。え、それでも広くなったわけね。そう、このね、広くなったよ。部屋を片付けるときって、うんうん、物を捨てる決心が必要だから。うん、ほんとそうだよね、うん、あ、これはまた使うかもっていう判断でしょ。あ、1年触ってないものは絶対使わんぞ。使わんね、うん、ほんとそうよね。あの、あれ DVD とかね、はい、DVD とかね、見てない DVD とかね。え、ワイドは見るよ。おい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 、ワイドは捨てるなよ。そろそろ捨ててもいいかなと思った。おい、はい、見れ。ダメ、捨ててないかんか。そうだよ、飾っとけ、せめて。あ、インテリアとしてね。まあ、あの、飾り物として扱ってる。あ、扱ってる。そう、もうインテリアでいいわ。そうね、部屋のインテリアせめてね。そう。うんうん。うん。僕ね、あんまり DVD を見ない人やから。じゃあ何見るの、そうくん。昔やったらアンパンマンやったけどね。アンパンマンの何見てた ?DVD じゃなかったあれ。DVD 見てたね。ほら見てるやし。見てる。めっちゃいっぱいあったから、ね、DVD。もうツタヤで借りてたね、毎回。ツタヤ行って。あ、ほら。見てた。見てるさ。そうだよ。YouTube でしょ、大正解。あ、まあ確かに今この DVD を見るっていう作業しなくなったな。あー、まあそうね、だんだんなくなっていくのかな。 CD もほらプレイヤーで聴くっていうの減ってってるもんね、うん、やらなくなるもんね。ねえ、ほんとに秀坊さんまだ言う。そうくん、でも君は本当なら、そうだよ、しほちゃんになんか買ってもらおうぜって。いらんよ、何も。何もいらん。本当に返し行くんよ。はいはい。あの、ドラゴンボール好きなんでしょ。ドラゴンボール大好きよ。あの、好きなキャラクターいるの。あ、いっぱい。一番大好きなキャラクター。前も言わんかったから、ドラゴンボールの、あ、最初らへん出てくる、あのね、ウパのお父さんのボラっていうキャラクターがとっても好きで。ボラ、何それ。知らないよね、ボラって。もうそのマニアックなこと言いすぎたらあれなので、あの、一番見た目としてかっこいいと思ってるのは大猿のベジータ。戦闘服着たバージョン。もう大猿ベジータがかっこよすぎて、あれもうなった瞬間終わったと思ったよね。でしょ、あ、で、あの肩の戦闘服がちょっと欠けてるような状況のベジータがデージかっこいい。はい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 、わかる。そうくんわかる。なに、わかるわけないさ、見たことない。そう、なのに聞いてるの。でもヤロハイちゃんの息子くんは今ドラゴンボールの DVD ばっかり見てるって。いい。じゃあドラゴンボールでおすすめなのが、あとフリーザの第二形態。好きだよね、フリーザの第二形態。第二形態のごっつくなるやつ、うんうんうん、でクリリンを角で刺す時のあの感じとか、あれが怖くなったわけよ、うん、うわ怖っていう。僕が知ってるキャラクターは孫悟空と、え、フリーザは知ってる。はい、それだけか。そうくん、うわ、孫悟空とフリーザーは知ってる。あー、あとは知らん。あー、そっか。え、フリーザーは敵か味方かは分かるでしょ。フリーザーは、うん、なんなの。あ、敵な、それも分からないんだ。そっか、はい、ちゃんと頑張ってみてください。もうこっから教えるのは大変。そうくん、しほちゃんに習って、うん、カンパチさんは亀仙人が好きって。興味ないのよ、ドラゴンボール。そうくん面白いから、マリガも好き。ドラゴンボールはいいよ、うん、ドラゴンボールってね、セリフも短いし見やすいんだよね、うんうんうん、ドラゴンボール、なんだろう、もう長いんだよね。長いのよ、うん、40。 あ、別にね、わらん、ドラゴンボール Z に行くまで見たら一回、まずはそう Z に行くまで、うんうん、なんか Z に行く前までが好きだったわけよ。あ、だったらコミックで、ね、17巻まででいいや。はい、17巻までって、うん、うん、でもケイトは好きかも。ケイ、弟のね。だってマリの周りの男の子とかみんなドラゴンボール大好きだよ。でしょ、うん、やっぱ男の子やね、ドラゴンボール、うん、でもマリも好きだったよ。
私も好きだったよ、ドラゴンボール。やっぱあのこの間あのあれか、節分の時なんか、うんうん、未だに俺たち豆見たらセンズって言って食べるよね。あーセンズ、センズね。ね、カリン様からそうもらってからね、豆食べることをやっぱみんなセンズって言うんだよ。うん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 、ね、誰ね、ドラゴンボールの話題振ったやつだ。からよ、そうくんの。しかも何もわからないくせによ。センズ、しんちゃんは知ってる、しんちゃん。あ、クレヨンしんちゃん、はい、クレヨンしんちゃん名作です。どんどん読んでください、あれは。うん、サザエ、サザエさんも好き。あー、サザエさん、サザエさんアニメで見たら面白いからね。あ、なんかもうほのぼのとするよね。うん、面白い。サザエさんでカツオがよ、余計なことする回が一番面白い。わかる。これカツオアホだなっていうことして怒られるさ。カツオの回がたまらん。いいいいいい、カツオ。ナミヘイさんが好き。あ、ただ意外に若いんだよね、みんな。みんな若い。ナミヘイさん55とかじゃなかった？もっと若くない？54とかだ。あ、54？ 40代じゃないの？あ、分からん。54か。え？ 54。 サザエさんが26とかだったんです。うわ、アナゴさんもデイジウッドやさんに。だからデイジウッドアニメ。そうなのよ、アニメが年を取らないんだねと思って。アニメ、そうね。そうくん、ちょっと時間だ、時間だな。じゃあはい、そうくんもドラゴンボール見ててね。はい、うわ、ヒデ坊さんとナムの話とかぐるぐるガムの話してわ、展開し同会の。うわ、いいね、これまたね。じゃあまた来週ね、バイビロー。はいはい、また来週。はい、さあ、チロンチロンピーナラジオ、ここまで。この番組は有限会社荒垣設備、ワイドアイプロ株式会社、有限会社国吉組、チョップワットテンテアシビ、ティビチカラーゲといえばテンプス、シリカンノンド、コジョワ商店、そして石垣島三崎牛那覇店の提供でお届けしました。また来週、バイビロン。